大企業でいくら頑張っても気に入られないと。だ仕事プラス気に入られるっていう作業が必要だからね。毎日頭痛がしてたのよ、会社行ったら。休みの時は治んのよ。で、それを半年やって辞めたんだけど、お笑い始めようとした時に、地元で彼女ができたの。別れたくなくて、ダラダラしてたね。今のじゃあ就活の状況を簡単に、はい、今の就活の状況は本来もう始めないといけない時期ではあるんですけど、まだエントリー時代は全然1社とか2社ぐらいしかしてなくて、エントリーシートっていうのを出すんですけど、それで書く内容を今詰めたりしてるっていう状況です。そのエントリーシートを 2,3 枚書いてるとか言ってるけど、そこに就職する気ないでしょ。いや、ありますよ、ありますここでしょ、もう。いや、ここは違いますえ、ここじゃないの、こんな参加しといて。え、何が不満？なんか先輩がいないじゃないですか。なるほど。で、なんかちゃんとしたどっかなんか師匠みたいなのについてやりたい。その師匠がろくでなしだったらどうすんのよ。大した仕事もできないで偉そうにしてる人いっぱいいるよ。だからそれちゃんと自分が憧れられる人とか、この人についていきたいなって思う人がいる企業に入りたいなって思ってます。でもその人担当にならないかもしれないよ。そうですね、上司がガチャってやつです。いや、だからもう圧倒的に何優遇された環境に今あるわけで、今それこそ情報があるから自分で調べればいいじゃん。映像のことなんかいくらでも。で、企画力、そんなもん自分のここだけだから、誰からか教えてもらうもんじゃないもん。なんかあとは普通に一般の企業で働いてみたいっていう気持ちもある。自分の経験として一般じゃないって言ってんの。社員がさ8人もいてさ、次回はもう30人増やそうとしてますってさ、もうちゃんとした企業だよ。いや、そう、そんな家だったら俺も自分の広志コーポレーションっていう会社やってて、俺社長でさ、マネージャー1人でさ、社員1人でさ、あなたの基準で言ったらちゃんとした会社じゃないのかい、うちは。そうかもしれない。ねえ、失礼な。俺だったらもうちゃんとしっかりした考えがあって有言実行でやってるからチャンスと思うね、俺だったらね。今の俺が、別の選択肢があるんだと思ってちょっとびっくりしたわ。ちなみに去年 の, あのインターン生とかもギリギリで辞退して入社したっていう。ただ今年のインターン生とかはそのまま大手企業に行く子もいますね。むずいね、どっちが幸せかっていうのは。やっぱ自分の考えで動きたいと思うし、スピードが遅くなるじゃないですか。多分彼だって社員として大企業入ってたとしたら、まずこれの格好じゃいけないわけで。僕そうなんですよ、協調性がないと思って言われてめっちゃ落ちたんですよね、面接就活してた時ですよね。はい、直後に起業したみたいな感じなんです。でも多分その時の面接官より多分稼いでるじゃないですか。そういうことなんですよね。だからスーツを着て髪を整える前に、この人は多分夜中いろんなことを考えて動いてるわけですよね。無駄なことを省いてやれるっていう選択ができるっていうね、っていうのが俺は40過ぎでやっと分かりましたけど、やっぱ大企業に憧れるっていうのも分かりますんで、一回やってみてね。違うな、社長が言ってたのはそういうことだったのかとか思うと思いますよ。ちっちゃい規模感の会社は会社でめっちゃ問題はいっぱいあるんですけどね。問題はあると思う、はい、もう毎日のようにトラブルとか問題は起きるんですけど、それを楽しめる人であればいい環境だなっていう。でやっぱこっちも入ってくるしさ、そっちの方がちゃんと分配するでしょ、はい、ね、成長すればするほどするほどね。いや、そういうことなんですよ。大企業でいくら頑張っても気に入られないと。だ仕事プラス気に入られるっていう作業が必要だからね。どうですか。いやでも若いんだからもうやっぱり思ったことバンバンやればいいね。だからその一流企業も経験して、他のところでも行っていろんな経験してでいいと思うけどね。なんかお金を持ったらなんか自分がどういう思考性なのか分かるっていう話があったんですけど、そもそもお金を稼ぐ能力がない人、それこそなんか社会人としてもあんまり突き抜けられないし、かといってそのお笑いみたいな感じで自分がやりたいこともないっていう人はどうしたらいいのかなって思う。俺もお金稼ぐ能力はない人だったからね、別にやりたいことを一生懸命やってそれが認められてたまたま俺は売れたけど、やっぱなんかしないとダメだよね。家で寝ててお金稼げるわけないんだから、家にいてもじゃあその寝てる様子を YouTube で発信するなり、なんかこうアクションを起こさないと何も生み出さないよね。ひろしさんがおすすめするアクションって何かありますか、すぐできるアクション。俺はお笑い芸人になるっていうことが目標だったから大手事務所に電話するとかでいろいろやったけど、思いつくことを。彼女は映像をやりたいというんだったら、尊敬するカメラマンなり編集者なり知らないけど、そこの人に直接電話して私やりたいんですって言えばいいじゃない。でその電話だったら誰だってできるわけで、その電話をやるかやらないかっていうのは行動じゃん。
それみんなやらないわけじゃん。僕なんかあんな有名な人相手してくれないわとか言うからじゃない。でもそれいいね。逆に売れない方の方が多いじゃないですか。やりたいことを突き詰めてでも売れなかった、結果出なかったっていう人って、僕個人的にはもう諦めつくから幸せな人生を送れると思うんですけど、実体験としてどうですか。分からんね。だからそれはそれで幸せそうに見えますね。僕生きていく中で親に言われたのが借金するなって言われたんですよ。それだけずっと守ってきたんですよ。だからそれさえしなきゃ何してもいいんじゃないって思う、犯罪以外と思ってます。っていうの教えを忠実に守ってやりたいことを突き詰めた結果、結果的に名声であったりお金はついてきたけど、それが最悪なくても、あの、そう、好きなことじゃない。だって自分が好きでやりたいってことをやれてる幸せだから、いや、なかったら何やってもいいんじゃないって俺は思ってるけどね。今の就活生でも、例えば今もう4年で卒業する時期だけどまだ泣いてないとかって、本当に絶望する状況だなって思うんですよね。そこからどうやってその時期を乗り越えたのかなって。でも本当若い時ってそこまで考えてなくて、今の皆さんみたいにただサボれていいなと、うん、いや単純に、いや、ええー、って言うかもしれないけど、そんなもんでしたよ。毎日頭痛がしてたのよ、会社行ったら。休み時は治るのよ。でそれを半年やってやめたんだけど、さあお笑い始めようとしたときに地元で彼女ができたの。別れたくなくてダラダラしてたねすごいですね。なんか楽観と悲観がめっちゃ共存してますね。だから自分でも分かんないのよ。でも本当に大きい意思決定は楽観的に捉えて、物事は斜めから見るみたいな。いや、そうなんですよね。だから自分の人生を振り返って考えたときに結構大胆じゃないですか。人見知りなのにお笑い芸人をやるとかさ、うん、だからその大胆なあれは自分でも分かんないんですよ。なりたいこととやりたいことの特性に合わないって思っても、例えば笑い芸になりたいけど人見知りみたいなのがあっても、とりあえずやってみて気づくものがあるっていうことですね。僕なんかもうもろそうで、うん、いや本当こうやりたいことをもうとりあえずやるっていう、やればなんか道は開けると思うけどね。本当動いたもん勝ちなのよ。動かないのが一番のリスクだよね。もう動きはなんか繋がっていくからね。多分彼がそうでしょ。とりあえず学生時代に動いてこうやって今会社作ってるっていうの、いきなり会社作らなきゃとかじゃないもんね。目先のことをこう達成していって来年30人雇うとか言ってるじゃない。この年で30人雇うって相当よ。いや、僕も世の中的にすごいこととかと本当にやりたいことの、うん、その一般的な資本主義だけじゃないそのものづくりとかの両立をどうするかっていうのが今の課題ですね、うん、なので頑張ります。いや、僕もそうですよ。頑張らないと。ということで、世の中的に成功とか何か目標を達成したとしても、その後もずっと人生続くっていうことで、あの、皆さんと一緒に頑張れたらなと思ってます。ということで、本日は広瀬さん長い間ありがとうございました。勉強になりました。こちらこそ勉強になりました。ありがとうございます。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。